急いで迎撃の準備をしましょう。ひなちゃん？これで全てが終わる。行こう、ひなちゃん。うん。ここからが正念場だ。
したことないわね。クマミサイル。行くわよ。行くわよ。よし。エリア。あたいに任せな。はあ。任せてくれ。できるよ。気づいてる？原始を倒したら、二人は、ユズとライムはいなくなっちゃうんでしょ？できない！私には
ひなちゃん。ひなちゃん。今日、誰もいないんだっけ。はーい。え、ひなちゃん、やっほー。お邪魔します。え、ちょっと。へえ、ここがひなちゃんのお部屋か。あ、ベッドがある。ちょっと、ユズ、ライム、いきなりどうしたの？ひなちゃんを誘いに来たの。え？誘い？うん、遊びに行きましょう。映画って、あんまり見に来ないのよね。そうなの？なんか意外かも。いつもアニメくらいしか見なくって、ドラマもあんまり見ないね。アニメってどんなのを見るの？ライムはね、少女漫画系のが好きなんだよ。あとキャラクターものもよく見てたよね。目をうるうるさせながら。そっか、ライムはそういう可愛いのが好きなんだ。似合わないかな。そんなことないよ。女の子らしくてライムにぴったりだと思う。そうかな。うん。ゆずはね、アクションとかバトルもののアニメとかが好き。友情、努力、勝利、血湧き、肉踊るよ。ユズは期待を裏切らないね。あ、もう始まっちゃう。ひなちゃん、ライム、早く中に入ろう。うん。ネリキン戦隊プニレンジャー、楽しみだな。そうだね。夏って本当に暑いから嫌。昔より絶対温暖化進んでる気がする。確かにそうだね。でも私は練習で室内のことが多かったからよく知らないだけかも。ゆずも暑いのは苦手。溶けちゃいそう。ちょっとゆず、頭から湯気が出てるよ。暑いと溶けて蒸発してなくなっちゃうかも。ゆずには冷たいもの分が不足しているよ。ゆず、こう見えて意外とインドア派だから。そうなんだ。あ、だったらパフェでも食べに行く？この近くに美味しいパフェを出してくれるお店が。ゆず、現金。幸せ。ほんと、いくらでも食べられちゃうよ。ひなちゃんの、美味しそうだね。取り替えっこする？するする。あ、こら、慌てなくてもちゃんとあげるから。へへ。もう、ゆずったら。ひなちゃん、ライムのやつも食べてみて。おいしいよ。
うん、ありがとう。お、ほんとだ、おいしい。ひなちゃんのも、もらっていい？うん、どうぞ。あ、おいしい。ストロベリー味だよ。あ、ライム、ちょっと動かないで。え？ほっぺたにクリームがついてたよ。子供みたい。あ、ライム顔が真っ赤。あ、疲れた。一日中歩き回ったもんね。もうぐったぐただよ。けどなんか久しぶりにすっきりした気がする。よかった、ひなちゃんが笑顔になって。もしかしてそのために。ひなちゃんに少しでも元気を取り戻してほしくて。あと、ただ一緒に遊びたかったっていうのもあるけどね。ユズ、ライム。ライムたちだって、本当は消えたくないよ。消えるのも、みんなの、ひなちゃんの記憶から消えてしまうのは、怖いよ。でも、本当は死んじゃってるし、むしろこうしてひなちゃんと一緒にいられる今が奇跡なの。だからその奇跡を大切にしたい。笑顔の思い出にしたいよ。たとえ記憶は消えるんだとしても、今という瞬間のきらめきは心に刻み込まれるもの。だからこの時間を大切にしたい。ユズ、ライム。それにね、世界を人知れず守った魔法少女ってかっこいいでしょ。もちろん誰も覚えてくれないのは寂しいと思う。でもだからこそ効率的に行くべきだとも思ってきた。だからライムはみんなの感情を利用してきた。そこに後悔はない。でもだんだん輝きを取り戻していくひなちゃんを見るのがとても嬉しかった。その輝きをひなちゃんの中から消したくない。ライム、それにたくさん友達もできたし、今のひなちゃんならもう大丈夫。ユズたちがいなくてもきっとちゃんとやっていけるよ。ユズ、きっとあの原種はまたすぐやってくる。だから最後にひなちゃんと遊んでおきたかったの。たとえ忘れられちゃうとしても、もう後悔はしたくなかったから。ありがとう、ひなちゃん。これでもう思い残すことはないよ。だからお願い、ひなちゃん、世界を、みんなを守ってあげて。それが私たちの、ユズとライムの願いだよ。でも私は。また明日ね。バイバイ、ひなちゃん。私はどうしたら。
はあ、なあ、元気出しなよ。キュウ。一人で悩んでるんじゃないよ。あたいらだってついてるんだから。うん。あのさ、話してみるだけで楽になることもあると思うよ。だから、そのさ、何か話したくなったら言ってくれよな。ありがとう。このままここにいてもしょうがないか。着信ないかな。お友達になれたのに、そんなのってないよね。うん。ちょっと私、ゆずちゃんとライムちゃんを探してくる。え、急にどうしたの？最後の戦いなんでしょ？だったらせめてこの間以上に可愛くしてあげたいから、髪をバッチリ決めて、メイクもして、すっごく可愛いコーディネートをして、女子力最強にしてあげるんだから。しほり、これが私にできることだから。ひなこちゃん、あなたがあの二人にできることは何？それは後悔しないようにね。私にできること。まだ決めきれてないの？うん。私は少しわかるよ、ひな子の気持ち。リカから陸上に誘われた時に少し似てる。相手が自分のことを考えてくれてて、きっとそっちの方がいいって分かってても、自分に自信が持ててない。本当にそうする意味があるのか、自分にそこまでの価値があるのか。けど、こっちにはこっちの都合ってものがあるっての。え？理屈ではそうだって分かってても、そうするのがいいって分かってても、できないことだってあるじゃん。感情が必ずしもそれについてこないこともあるっていうかさ。だから私はこのまま原種にとどめを刺さないってのもありだと思ってる。え？本当に？うん。そっか。けどひな子はそう思ってないんでしょ？そうじゃなかったら今の私の発言に驚かないと思う。ひな子は自分のやるべきことを分かってるんでしょ？ただそれがしんどすぎる選択だから、
戸惑ってるだけなんじゃないの？私から言えるのは一つだけ。後悔しないようにね。うん。ゆずちゃんもライムちゃんも消えちゃうなんて。サナエ、それにひなこちゃんともせっかくお友達になれたのに、その記憶も消えちゃう。こんなのって。どうしたら。私にもわかんないよ。ごめんなさい。ひなこちゃんの方がずっと辛いはずなのに。ううん、そんなことない。悲しいものは悲しいんだから、しょうがないよ。ひなこちゃん、私絶対またひなこちゃんとお友達になる。え？たとえ記憶をなくしたとしても、絶対ひなこちゃんとお友達になる。ゆずちゃんとライムちゃんのことも絶対に忘れない。一体どうやって。わからない。でも絶対に忘れない。そうなるように祈ってる。今の私にできることはそれくらいだから。そのえ、ひなこちゃん、もし私にお手伝いできることがあったら言って。私頑張るから。うん、ありがとう。自分にできることか。今の私にできることは。サラサ、この間はごめん。まだ悩んでるわけ？どうしたらいいのかわからないよ。幻象を倒したら世界は救われるのかもしれないけど、ユズとライムはいなくなっちゃって、その記憶もなくなる。怖いの。二人がいなくなるのも、記憶をなくすのも、全てがなかったことになるのが。それは違うんじゃない？え？確かに記憶はなくなるのかもしれない。ひなこのリフレクターとしての記憶も、私たちの思い出も。でも今なら未来を信じられるはず。こうして分かり合えて、バレエがなくても輝けると分かったはず。ユズとライムのおかげで未来を信じられる。そろそろ。私は信じてるわ。記憶がなくなっても、私たちはこうしてまた仲良くなれる。そしてひなこも今みたいに輝けるエトワールになれる。決めるのはひなこ。私たちはそれに従うけど、後悔しないようにね。うん、ありがとう、サラサ。大変なことになったね。うん、多分
何かしてもいろいろと改変されちゃうんだろうし、何かいい方法ないかな。方法？そう、現象を倒した後記憶を取り戻す方法。え？だって最後の原始がいなくなったら全部今までのことを忘れちゃうんでしょ。そんなの嫌じゃん。だから思い出す方法を考えてるの。忘れないようにする方法じゃなくて。そっちはどうしようもない気がするんだよね。倒したタイミングで消されるって明言されてるわけだし、なら椅子を忘れちゃう前提で考えた方がいいのかなって。アコらしいね。そう？でもそういうの前向きでいいと思う。白井ちゃん安心して。ジャーナリスト魂にかけて私は記憶をなくしてもこの真実を語り継いでみせるから。アコ、うん、ありがとう。大丈夫？うん。うわぁ、明らかに強がり言われちゃったわ。これ見よがしに悩んでる風なのに、超へこんでるのに。けど、本人は隠してるつもりだろうから、指摘しちゃダメだよね。なんて気遣いできる私、マジイケジョ。出してね。漏れてる上に最後の発言もド直球だね。けどありがとう、少し元気が出たよ。それは素直に喜んでいいのか困る反応なんだけど。でもそうね、白井さんはそのくらいまっすぐ考えた方がいいと思う。え、ゆずさんとライムさんが原始を倒したいと願ってるなら、それを叶えるのが一番二人のためだと思うの。それはもう一度考えたらいいんじゃない。きっと答えは出てる気がするし。すまなかった。え、いきなり何？ユズキとライムのことだ。元はといえば私が二人を追い詰めてしまったのが原因かもしれない。マオの一件の時、私が黙っていれば二人は真相を語らずに済み、我々は気づかぬうちに危機を切り抜けていたのかもしれない。そうすれば君もこんなに苦しまなくて済んだのかも。そう思うとな。それは違うよ。うん、確かに真実を知っちゃったことは苦しいよ。でもきっと何も知らなかったら後悔すると思う。だがそのことすら忘れてしまうのだろう。だとしてもだよ、たとえ忘れるのだとしても、事情を知らなかったら二人の本当の思いを聞こうとも思わなかった。なんで黙っていたのか、どういうつもりだったのか、もしかしたら何かの奇跡で記憶が戻るかもしれない。その時に後悔したくないから。
何？いや、表情が暗いので心配していたが、大丈夫そうだと思ってね。多分君は自分の中で導いた答えに気づいていないだけだ。え？あとは決断につながる最後の一押しさえあれば、君は前に進めると思う。まあ、じっくり考えるといい。と言っても残された時間はそう多くなさそうだがね。ユリ、うん、ありがとう。切らないな。なんか昔の白井に戻ったみたいだ。え？初めて喋った時は今みたいに自分を何一つ信じられないって顔してネガティブな空気だった。最近は全然違ってたけど。それはそうかも。ユズとライムのおかげで私は変われたんだと思う。リフレクターになって、みんなのフラグメントに接して、バレエを通してでなくても、人とも関われるようになった。けど、二人がいなくなったら、また私は。それは違うんじゃないか？え？リフレクターとかフラグメントとか、ユズキとライムのおかげで変われた部分もあると思う。だけど、それは白井自身が頑張ったからだろ？もっと自分を信じなよ。ユズキとライムが信じてくれた自分のことをさ。その上で決めるといいさ。白井があの二人のためにできるのは何かをね。うん。そうだね。ありがとう、ケイ。まだ決心がついてないの？うん。なんで笑うの？ごめんごめん。最初に会った時とは立場が逆だと思って、おかしくなっちゃって。最初って、凛の告白の相談のこと？あの時、ひな子は私に言ったよね。まずは動き出さなきゃ、何も変わらないって。うん。今回のことも、きっと同じだよ。まずは動いてみること。いろんな人に話を聞いてみて、
考えること。そうすればそのうち答えは出ると思うよ。リン、ほらもっとみんなと話してきて。それがきっとひな子のためだよ。うん、ありがとう。ひな子ちゃん、どうするか決めた？まだ。私、どうすれば。私はゆずちゃんとライムちゃんの言うこと聞いてあげた方がいいと思う。え？だって二人ともずっと悩んで決めたことだと思うから。だったらそのお願いは聞いてあげたい。二人ともそれが自分たちの、ううん、みんなのためだと思って決めたんだと思うから。リコ、だけど最後に決めるのはひな子ちゃんだよ。きっとそれを望んでゆずちゃんとライムちゃんは打ち明けたんだと思うから。ひな子ちゃんに自分たちの気持ちを分かってほしくて、自分たちの気持ちを分かってもらった上でひな子ちゃんに決めてほしくて。まだ時間はあるみたいだし、少し考えてみて。いつでも相談に乗るから。うん、ありがとう。こんなところで何をしているのよ。マオ、何を悩む必要があるわけ？負けたら死ぬんだから勝つしかないでしょ。あなたが負けるとこっちまで死ぬことになるの分かってるわけ？分かってるよ。じゃあその力を私によこしなさい。そうしたら私が代わりに戦ってあげる。まあ、あの二人は消えちゃうだろうけど。
いえ、いっそ先にあの二人がいなくなっちゃった方が戦う覚悟が決まるかしら。マオ、なんてこと言うの。二人が、ユズとライムがどんな思いで。それを今のあなたが言うの。原種と戦っても倒せない、仲間に勇気づけられても心を決められない、そんなあなたがあの二人の思いとやらを考えているって言えるのかしら。それは、仮にこのままずっとあの原種を倒さずにいたとしましょう。そうだよ。そうすれば二人ともずっと一緒に。幻の中で生きるの。それが現実じゃないと分かっていながら。それに、そうこうしているうちに私たち以外の人間が滅ぼされたらどうするの。全世界の人間が原種のせいでおかしくなったら。そんな状態のまま世界を維持できると思っているの。やめて。分かってる。そんなのは分かってる。だけど、分かっているならちゃんと前を向きなさい。あなた前に言ったわよね、みんなの思いを信じてるって。今のあなたはどうなのかしらね。それは、いつまで甘ったれてる気。もう今残された選択肢は2つ。あなたが原種を倒してあの二人の希望を叶えるか、原種に殺されて絶望の中で死ぬかのどっちかなのよ。選びなさい。それがあなたの責任でしょう。あら、二人だけで戦うつもりかしら。そりゃそうよね、大切なあなたを守りたいんだから。あなたはどうするの。私は、そんなの決まってる。二人はいつだって私のために動いてた。そして今も私を、みんなを、この世界を守るために戦おうとしてる。自分たちの命をかけて。なら、私が二人のためにできることは。まったく、世話の焼ける。今回だけよ。
もう迷わない。私はやる。二人が生きたこの世界を守る。それが私が二人のために、大好きな友達のためにできることだから。だからお願い、ユズ、ライム、力を貸して。もちろんだよ。うん、ありがとう。じゃあ行こう。これが最後の戦いだ。絶対に勝つ。あら、まだ余裕ね。さあ、張り切っていきましょう。この一撃なら。無傷かも。クマミサイル。しぶとそうだな。結構なダメージだったね。チャージしなさい。来た。それ、ファイト、ファイト、いけー。早くして。吹っ飛べ。調子。
なの力を。大丈夫ね。大丈夫？ありがとう。私がやるわ。ほらほら、頑張って。これで頑張れるかしら。さあ、張り切っていきましょう。お願いね。お願いね。発射！あたいに任せな。おりゃ！任せてくれ。早く決めてしまいなさい。こっちのペースね。跳ね返せる。